今日、新潟市内の家電量販店では一見通常通りに見えますが、中に入っているとついていないモニターがあります。こちらのお店では節電に協力するために多くのテレビの電源をつけていません。真っ黒なモニターには節電展示を実施中のポップが貼られていました。節電に協力しているということです。いや、もう電力あっての電気屋なので、電力がないと我々も家電製品を販売することができないので、この業界に身を置くものとして必ず協力は必要だなと思います。これを受け、県庁では午後0時半ごろから空調の温度を通常の20度から1度下げて運用しているほか、執務室の明かりを消すなどの節電を行っています。空調の機械の動きも弱い形になってますので、節電には協力できている。東北電力は午後5時から午後7時にかけて電力需要のピークを迎えるとして、より一層の節電を呼びかけています。